クラウン、クラウン、おいクラウン、お前どうしまったんだよ。なあクラウン、公式がアップしたデドバイの統計データで赤ランク帯の全キラの中で一番弱い殺人鬼だって。なあクラウン、どうしてそんなに弱くなっちまったんだよ。徒歩キラーがほぼ必須のまやかし、今トレンドのイタチが飛び出した固有パークはどれも優秀なのに、当の本人は最弱殺人鬼って、お前どうしまったんだよ。なあクラウン、俺と一緒に試合に行かないか。俺がお前を使って生存者たちを全滅させてやる。なあクラウン、一緒にデドバの天下取らないか。なあクラウン、最弱殺人鬼出しないか。なあクラウン。はい、というわけでですね、今日はクラウンを使っていきたいと思います。まさかのね、最弱キラーとね、まあ、公式が言っちゃったんですけれども、まあ、データで出ちゃったもんは仕方ないですね。はい、公式の統計データ公開ということでね、いろんなキラーの処刑率とか、まあ、最強殺人鬼、最弱殺人鬼とかね、使用率ナンバーワンとかいろいろ出ましたけれども、まあ、その中でクラウンは、まあ、最も弱いと最も、処刑率が低い殺人鬼だと、まあ、言われてしまったということでね、まあ、今日はそのクラウンの汚名を返上したいということでクラウン使ってきます。はいはいはい、結構逃げますね。思いっきり逃げろな。よいしょ。はいはいはい。で、他かな。よいしょ。よし。で、クラウンが最弱なんですけれども、逆にですね、最強殺人鬼はね、フレディでしたね。フレディはもともとすごい弱かったんだよね。最弱とまではいくかわかんないけど、まあほぼほぼ最弱ぐらい弱いって言われてたんだけど、まあなんかこの間ね、調整が入ってからは一気に処刑率ナンバーワンの、まあ、最強殺人鬼になりましたと。叫びましたね。はいよ。で、使用率ナンバーワン、一番よく使われてるのは山岡凛と。これは納得ですね、まあ、今非常にトレンドでね、人気のあるキラーなので。よいしょ。ね、全名つけた山岡凛がかなり多いんじゃないでしょうかね。で、一番使われてないのはハグと。ハグが一番不人気だと。ハグ結構強いと思うけどね。まあでも何せよ、使われてはいるんだけど、まあ一番キルが取れてない、倒せていないっていうのが、まあ今回今使ってるクラウンということでねよいしょ。いや、弱くはないと思うんだけどね、クラウンはね。まあ能力が地味ではあるけどね。うん、よいしょ。はい、 OK。のは能力がさ、瓶を投げて当てて遅延するっていう、うん、シンプルなものだから多分最弱なんじゃないかな。そのキラー自体のテクニックを非常に要求されるからね。うん、基本的な動きっていうんですか、ステイン隠しとかさ、板での読み合いとかさ、ね、索敵能力とかさ、そういうプレイヤー自体に求められるスキルが高いスキルを要求されるから多分最弱扱いを受けるんじゃないかなと思うんですよね。理由わかんないけどね。
わかんないけどね、てか、まあ多分そうなんじゃないかなと思いますけどね、僕は。よいしょ。スプバですね。よいしょ。はいよ。助け行ってますね。はいよ。まあ、キルテンポはなかなか早いんじゃないですか。ダウン持っていくテンポはいい方だと思いますけどね。よいしょ。あっち回してんのかな。まだ近くで救助待機してると思うけどね。ほい、ボンボン。でもね、この今回最弱殺人鬼認定されたクラウンですけれども、まあ、公式は修正というか調整入れる気はさらさらないそうですよ、うん。まあ、データの統計が出て結局やっぱり調整するわって思うかわからないんだけれども、以前ですね、公式の Q&A でクラウンは強化しないんですかっていう質問に対して、しませんよと、うん、クラウンは調整する必要がない、どこ調整したらいいと思いますか逆にっていう運営言ってたんで、うん、クラウンは多分調整しないそうですね、はい、よいしょ。でさらにちょっと面白いというか驚いたことがあるんですけれども、デッドバイデイライトの運営は最終的に全てのキラーの処刑率を 50% に近づけたいそうです。今全てのキラーの処刑率は 50% 結構上回ってるんですけれども、要はもう全体的にもうちょっと弱くするつもりだと。ただいきなし弱くすると、まあ、みんなのフラストレーションが溜まってしまうから、なんか露骨にねがっつり弱くするってことはないらしいんだけど、うん、なんかどんどん調整していきたいということだそうです。はい、これは賛否両論ありますよ絶対。よいしょ。あ、惜しい。あよ、これ間に合うかな。よいしょ。えっほえっほ。うん、なんかやってて楽しくないようにはしないそうですよ、うん、なんやこのキラーつまんないというふうにはしない。ただ強すぎるとサバイバーがキラーがフラストレーションたまるからっていうね、まあそうどう調整するのかなって見ものですけどね。バランス良くなってくれればいいけどな。まあ、なんで、まあ、だから、ナースを弱体化したんだろうね。前はナースが強すぎたからね。で、今回は山岡凛を調整したんだけれども、まあ、そうやってね、どんどん強すぎるキラーをちょっとナーフして、力を抑えさせて、でバランスを保つっていうことなんだろうな。よいしょ。おいよー、よくしょ。まあ、結構公式がそういうねデータを出すのは非常に面白いですね。目に見えてわかるからね。あ、このキラー人気なんだ、このキラー不人気なんだっつってね。いや俺リージョンが一番人気ねえと思ったけどな。よいしょ。まさかのクラウンなんですね。リージョンが一番最弱だと思ってましたけどね僕。よいしょ。はいよ。あ、ちょっとラグい。よいしょ。
補充しまーす。はい。そうだよね、ガスに触れると声上げちゃうからね。こういう使い方もあるんだよね。クラウンは、まあ、ちょっとクラウン使いのアドバイス、クラウン一クラウン使いとしてのアドバイスなんですけれども、この瓶を投げるときはね、行ってほしくないところに投げるとかっていうのも使い方としてありなんですよね。追い込み量とかに使えるんだよね。よいしょよいしょよいしょ。あ、でちなみになんですけど、僕あの今テソサーバーなんですけれども、まだあのランク5なんですよね。だから多分赤帯じゃない相手な気がする。まあそこはちょっとご了承ください。あの毎シーズン僕ランク一応1位いってますんで、その一応ランク1位で頑張ってるっていう体でお願いします。よいしょ。ほい。そんなトンネルしてないのに結構いい感じじゃないですか、テンポは。まやかしさん。よいしょ。ね、まやかしとかイタチとかね、本当にクラウンはね、固有パークが優秀なんですよね。まあ、ピエロ教授ゴミだけどさ。よいしょ。はいよ。ね、非常に、キラーがね、よく使うパークを2つも持ってるからね。優秀なキラーなんですよ。徒歩キラーは絶対まやかし必要だし、今もね、まやかしでうまくキル取れましたしね。イタチなんて今みんなつけてるからね。破滅だけじゃ心もとないからね。もうハグもうちょっと頑張ってほしいですけどね。ハグの固有パーク破滅。さあ、あと1台だけど、全然破石回ってないところを見ると、これは隠密にかなり力を入れてるんじゃないか。ハチ探しましょうか。ゲートは一つこっちですね。あー、結構ゲートが遠いですな。これはきついね。ゲート間が遠いとクラウンは結構厳しいですね。トラッパーとかだとね、あのゲートのさ、レバーのとこにね、置いといたりできるんだけど、ここね。あー、こことあっちならまだいけるかな。さあ、ハッチを探していきましょう。全然ハセキマスきねえな。サバイバーないっすね、ハッチ。このマップちょっとハッチ、あ、見つけた。見つけづらいかなと思ったけど、はい。これはさすがに発電機回らなすぎだよね。人いた。はいよ。はい、どっこいしょ。あともう一人どこだこれ。ああ、殺してもいいのか。もうそうか、ハッチ見つけたから殺してもいいんだ。はい、どっこいしょ。これと何釣り目だろう。大丈夫かな。よいしょー、死んだ。あ、逃げてるな。ハチの元に行きましたね。はい、残念。はい、残念。よいしょ。ずっと隠れてたな、お前。よし、こんな感じで全滅いけましたよ。おいーってな感じですかね、今日は。まあ統計データ公開ということでね、それ見てちょっと作ったネタ動画なんですけれども、まあ、僕はクラウンそんな弱いとは思わないですけどね。まあアドオン次第じゃ全然化けるし、そんな別にベリーレアとかウルトラレアとかそんな持っていけば誰でも強いんだけど、別そんなにいいやつ持っていかなくてもですよ、アンコモンとか、
レアぐらいのアドオンで全然戦えるんで、僕はそこそこ強いと思いますけどね。最弱とは思わなかったですけどね。まあでもデータで最弱で出ちゃったからね。まあ、実際赤ランク帯で全然見ないしな、クラウンな、うん、はい、という感じでいかがだったでしょうか。みんなもね、よかったらねクラウン使ってみてくださいかわいそうなんで。であとね、公式がね赤ランク帯なのにマッチする相手がだいぶ良かったんですけども、あの公式がね、あのデータ出しましたけれども、まあ、そのデータの中にね、全ての殺人鬼をの処刑率を 50% に近づけたいというね、ちょっと不気味な文章をね添えてたのがね非常に不安ですけれども、まあ、今後デッドバイの行く末をね、まあ、ちょっと見ていきたいなと思います。はい、という感じで今日はこれになります。ご視聴ありがとうございました。バイビー。